早速見つけましたよ。なんでだよ、冷蔵庫の中がキンキンに冷えてやがるよ。1、2、3、だー、仕事前と騒がしいワインリード。皆さんこんにちは、炭鉱魂を持つ男、藤岡博史です。今日紹介するのはね、こちら横須賀にあるガレージ付きの物件です。今日はね、ここでね、いろんな芸能人たちとね、かくれんぼしていくんでどんな方々隠れてるのか楽しみだな。よし、行くぞ。こっちだ。 GO!ゴーレッツゴー。広いね。あー、すごいな、これこれは隠れたい放題だな。おー、見てください、キャメラさん、これネズミホイホイですよ。これはね、この超音波を出してね、ネズミをね、こう逃がすというかね、近寄らなくするんだよね。サバイバルの主人だ。ネズミは怖いからな。あー、そして、あー、早速見つけましたよ。元気ですか、元気ですか。いいですね、猪木さん、いつものあれやっちゃってくださいよ。いくぞー、1、2、3、だありがとう、ありがとう、猪木さん、ありがとう。猪木さん、見っけ。おー、ここ見てください、吹き抜けてますよ。おー、上にショッカーがいるのか。おい、ショッカー、おい、いるなら返事しろ、いるなら返信しろ。いないようですね。そしてこれが業務用の冷蔵庫だ、おっきいな。これね、山でクマとかね、鹿を仕留めた時にね、お肉をそのまましまっとけるよ、この大きさ。開けてみよう、あっ、藤原くん、みっけ。なんでだよ、あ、冷て冷て、冷蔵庫の中がキンキンに冷えてやがるよ。めー、クマ的だ。おお、風邪ひくなよ、うい。ああ、それじゃあ2階の方に行ってみましょう。よし、うい。おい、隊員、足元気をつけろ、この吊り橋は揺れるぞ。おい、前後左右上下、己の危機管理センサーを働かせろ、それがサバイバルだ。よし、生き抜くんだ、人生はサバイバル、藤岡博史。女の尻ばっかり追うんじゃない、ジャガーのケツを追え。はっはっは。失礼します。いやー、おー、広いね。あー、これさっきのね、穴からこうつながってますよ、これ。あれ、サンドイッチマンの富澤くんじゃないか。見つけたぞ。どうも、サンドイッチマンです。サンドイッチマンか。こちらは初代仮面ライダーマンだ。よろしくな。うい。すいません、ちょっと何とかわかんないです。わかるだろう、えい、ー。うん。見つけた、見つけた。お、待てよ、この穴はエレベーターだな。今こうエレベーターが取り外されてこうなってるんだな。お、こちらのお風呂には、おー、どうも、斉藤匠です。いやー、斉藤匠くんじゃないか。お風呂入ってんだ。いやー、いいお湯だな。昼顔妻の沢さんも入ってきたらいいのに。いいね、仕事バイト騒がしいワインリード。お、そしてこちらがキッチンだ。キッチンで、おお、見てください、キャメラさん、ニッチ棚ですよ、ニッチ棚。このね、壁の中のスペースをね、棚に使ってるんだよね。このね、この罰っていうか目っていうのはね、この後これを壊しますっていうね、あっちこっちにあるからね、目よく見ろよ、目を取り澄ませ。
壁に障子に目あり。ほらあそこにも目。ほら見られてるな。ジャングルの中ね、野生の目がね、どっちを見てるかいつもこっちを見てるんだ。ここにもあるぞ目。ほらここにも、ここにも、ここにも目があった。ほら見られてるぞ。おい気をつけろ隊員。隊員今日はなるべく火を使え、なるべく火を使え隊員。動物が見てるぞ。よし気をつけろ。お見つけた、ボビーさん。ちょうだい、ボビーだよ。これで川で溺れてる人たち来たら埼玉県警から表彰されたんだよ。最近の話じゃない、素晴らしいね。ナイジェリアから来て寒がりだから小田さん入ってんだよ。そっか、ボビーさんはな、ナイジェリアの方だもんな。ちょうだい、俺はアフリカのサイゼリアから来たんだよ。じゃあね、またね、ボビーさん。おい、あー見てください、キャメラさん、これ上等の胸札ですよ。昔はね、お家を建てるとね、この札をね、屋根の上に立ててね、この屋根から餅を巻いてね、近隣のね、皆さんに配ったりしてたんだよね。その時の札がね、ここに収めたんだよね、最終的に。さあ、ここが出口かな。よっしゃ、あれ、おお、前のここに住まれてたご家族のプリントクラブが貼ってあるよ。このプリントクラブ、なんかね、私の家族思い出すね。ああいいね、藤岡ファミリー思い出すな。ありがとう、ありがとう、家族を大切にしてください。いいね、家族は最高だな、やっぱり。いかがだったでしょうか、こちらの物件。1階に冷蔵庫もあるんでね、お店としても使えます。うん、そしてこちらの気になる物件のお値段は1キュッパ1980万円です。もちろんリフォーム代込みです。ありがとうございます、ありがとう。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。